石川は大阪府南東部を流れる大和川水系の一級河川。富田林市内の石川河川敷の洋水石川支流である細谷川の様子。おおよそ20万年前までは石川の本流はここを通る山の川と合流していたとされている。約100万年前の石川の洋水石川流域で自噴している長野温泉の様子。写真のものは富田林市横山。 河内長市潮の宮流域で湧き出しているものである。大阪府河内長野潮大抱滝畑の南西、和歌山県境に位置する、蔵王峠北寄りに発する。この辺りでは、蔵王谷とも呼ばれる。いくつもの滝を経つつ、五孔、滝や戦国谷などを合わせ、やがて滝畑ダムに至る。ここから大おむね登流し、河内長野市街中心部で甘美川、 かが川、岩見川が合流、これより北流に移行する。とんだばやし市、羽引きの市、藤井寺市の東部を流れつつ、とんだばやし市で千早赤坂村からの千早川を、羽引きの市で河南町からの梅川、南川地群大島町からの飛鳥川を合わせ、藤井寺市と柏市の市境で大和川に注ぐ。流域には長野温泉が自噴しており、戦前までは、 東高野街道沿いに宿場町や旅館が点在していた。毎年8月1日は、富田林市及び、羽びきの地域の堤防、河川敷が、京都祭、PL 花火芸術の見物人で溢れる。遮る建物が周囲に少ないため、良い見物場所となっている。河川敷は、自転車。 歩行者専用のサイクルロードが整備されており、地域住人の健康増進の一翼を担っている。管理は、大和川五流店から石川橋下流端までの約0 8トルが、国土交通省直轄、石川橋より上流、出会い橋までの約2 9 9トルは、大阪府となっている。約1300万年前頃、流域沿いにおいて、 瀬戸内火山帯の活動により、二条山や竹山と同じ安山岩の路頭が生成されており、当時にはすでに石川の元となる河川が存在したとされている。約100万年前までは現在の流れとは違っており、河内長野市の北西部から現在の天の川下流部を通る流れであった。100万年前から20万年前に六甲変動の影響で、はびきの丘陵が隆起し、 大阪狭山支店野川との河川争奪が発生し、現在の流れになった。元の流れは、細谷川、細谷池という石川の支流として現存している。同じく、羽引きの給料の流気と河川争奪の影響で、河敷断球が生成されるようになり、流域上の富田林市、河内長野市では、特に顕著に見られることから、断球地形を利用した集落が作られた。 また現在の街並みにも大きく影響している。流域沿いには塩化ナトリウム、溶存鉄を多く含む長野温泉が自噴している。温泉内に含まれるヘリウム同位体の分析により、およそ700万年前にフィリピン海プレートの沈み込みに巻き込まれた海水が起源であることが判明している。支流も含めた流域に、両桁体下降岩、泉草群、二条草群、 大阪総群といった多種多様な地層が存在する。このため河原の石にも特徴が現れ非常にバリエーションに富んでいるとされている。自治体名は流域。ありがとうございます。